天み温泉は大阪府河内長野市にある山合の温泉、奥河内の観光地の一つ、立の金吾作品を移築した旅館施設南天園がある。君峠より北方約1キロメートルの天み駅よりすぐの場所に位置する。君峠は古くより高野山参拝に用いられ、庶民や貴族をはじめ多くの往来があった。そのため南北朝時代に、 金剛の流れ谷八幡神社の宮司が病弱に苦しむ人のために当時場を開くと大いにもてはやされた。この功績から高野山から寺療を寄進され、流れ谷神社は神仏集合し、流れ谷極楽寺が建立された。それゆえ参拝客らは極楽寺を参拝してから高野山に参ることが慣習化し、 そのことから、極楽温泉などと呼ばれるまでに流星を極めたが、後の寛延三年に神社が消失、極楽寺にあった極楽湯室も累承し、すべてが怪人に返した。事後の再建は叶わず、そのまま廃優となり、石だけが王子を忍ばせるものとなった。なお、天見とは神社のあった地名、天見村にちなむ。1935年になって、 当時の甘美温泉の見取り図が発見されたことで、地元では甘美温泉最高の機運が高まった。室戸台風で倒壊した堺市の大浜塩湯別館を半海電気軌道から譲り受けて、甘美に一区、大阪市安倍野の料亭、松虫花壇の別館として開業し、当時は料理旅館として使用していた。第二次世界大戦を経て、1949年には温泉旅館、 南天園として開業した。南天園本館の建物は、スキヤ風入りも屋造り木造を2階建ての大規模なもので、和風をベースにしながら、洋風モダンな衣装を取り入れた、当時の貴重な建築様式を残している。3000坪に及ぶ広大な敷地には、日本庭園がしつらえられている。2002年9月に、この建物が、 立野片岡建築事務所設計による建造物だったことが明治建築研究会の調査によって裏付けられ2003年7月1日に国の登録有形文化財に登録された文化遺産データベース南天園本館2013年1月13日閲覧ありがとうございます